今から20年近く前のオークションカタログを見ています。ロレックスのデジタル時計があったんですね。まあ、噂には聞いてましたけど、もちろん実物は見たことないです。リファレンスでいくと1775っていうやつで、1940年代の品なんですね。これを見たときに、まあ、実はこう出すのやめようと思ってたんですけれども、まあ、僕が持っている縦型のデジタル時計ですね。これをちょっと、乗せたくなりました。で、これはですね、ティファニーって あるんですね。正直、あんまり信用してなくて、ほんまかいなって実は思ってるんですね。で、まあ、後で機械もお見せしますけど、一応機械にもティファニーって入ってるんですけど、こんなの本当にあったのかなってずーっと思ってまして、正直疑いの目で見てます。いや、今でも疑いの目で見てるんですけど、ちょっと面白い時計なんで、ちょっと一応ね、ご紹介しておきます。ピンが合わないです。合ってきました。まあ、縦型の、まあ、デジタル時計っていう、まあ、つもりで見てください。後で機械を見せします。